quiero aquí go はい、皆さんおはようございます。動画めっちゃサボってました。普通にサボって全然やる気なくて動画アップしてませんでした。今日は急遽モスクワに休暇で帰ります。娘に内緒で帰るので学校まで迎えに行こうと思います。はい、天気すごいいいですね。いやー、霧がすごいですね。綺麗。逆光で見えないかな。この霧見えますか。綺麗な霧が。はい、着きました。ちょっとギリギリで来たんで、多分あの飛行機ですね。あと1時間ちょっとしかないです。はい、では行ってきます。はい、結構ささっと終わって、はい、出まーす。無事間に合いました。今日はボーイングじゃなくてエアバスですね。エアバス350で飛びます。はい、では乗り込みます。はい、24番の C、 ここですね。トイレの近くいつも撮ります。で、窓側は出づらくなるので、トイレに行きづらくなるので通路側です。で、なんと日本語、すごいすごい、すごい。あ、日本語あるじゃん。ボーイングよりエアバスの方がいい。ずっとボーイングばっか乗ってたんで、エアバス良さそうですね。はい、こんなちゃんとあってね。はい、ということで、はい、はい、3時間経ちました。ご飯の時間です。魚を選びました。で、孤独のロシアグルメ、セカンドチャンネルの方、サブチャンですかの方で紹介するので、孤独のロシアグルメの方で紹介動画を見てください。はい、ではいただきます。はい、8時間経ちました。はい、着陸態勢に入りました。着きます。はい、着陸します。子供がめっちゃ泣いてます。拍手が起こってます。聞こえますか。ロシアではよくあります。生きて帰ってきました。はい、ではまた。はい、今タクシー待ちです。タクシーをちょっと待ちます。はい、タクシー乗りました。ここから家まで1時間ぐらいですね。はい、かかります。では行きます。はい、今タクシーで戻ってる途中なんですけども、運転手さんがちょっと車止めるって言って、
イスラム教ですか、ムスリムのお祈り始めました。まあ、お祈りはちょっと撮るのはあれなんですけども、ちょっとバス停で止まってお祈りしてます。ちょっと待ちましょう。はい、着きました。1時間ぐらいかかりました。で、空港から1700円ぐらいですね。1700円です。はい、では娘を迎えに行きます。一旦家に帰ってから。はい、娘の学校まで歩きで迎えに行きます。はい、学校の近く来ました。はい、これ学校です。結構綺麗な学校です。あ、来ました。お、気づきました。だーティズナコニー、元気？元気です。はい、嬉しいですか？嬉しい。はい、行きましょう。リュックザック、はい、めっちゃ重たい。では行きましょう。久しぶりの再会。はい、テストどうだった？コントロール丸前な。必要回りです。やばい。で、初めニューヨーク。Z まで言えないぐらいの英語力で。はい、お給料ここで？まあ、あとはなんだろうね。まあ、気持ちよくなった後。チャンネル登録お願いします。